チッス、誰も知らない狩人、イカレタコスケでござる。今週のイベントはなんと、イダテンのごとく早く駆けよってことで、どんなクエストかと思ったら、結構面白いクエストでござるね。ディアブロスにティガレックス1で、特別報酬は重ね着でござるよ。重ね着大量にもらえるの、ありがたし、といったところ、ただよ拙者、プレステ版のモンスターハンターライズでガンランスをずっと使っていたゆえ、双剣がめっちゃ久しぶり。大丈夫でござるか？いや、マジで、ガチで、一週間ぶりとかでは、双剣使うの。そう行こうか。まあ、とりあえずね、弱点としては、ディアブロスが氷、そしてティガレックスが確か雷だったはずでござるよ。さあ、あ、持った。まあこれワンチャン MR4 から挑めるようになってたんで、MR 上げとかにもいいかもしれんでござるな。ヘビーボーガンとかライトボーガンで簡単に倒せる2体でござるから。さあ行くぞ。イダテンのごとく、どうたらこうたらと書いてあったでござるよ。お前たちと足がどちらが速いか、バトルということでござろうか。行くでござる。小学生の時に、50メートル走が、9秒台だったこの拙者に、勝てるでござるか。よし、ここ走りしていこう。拙者。今日ちょっとマジで双剣初心者なんで、一週間やんなかったら双剣は初心者に戻ってしまうんで、一週間やんなかったらね、もう双剣にわかでござるよ。にわかは双剣使い、エアプオツでござる。俺。クラウでござるよ。ああ、走行妨害でござる。走行妨害でござるね。お前、このアスリートの、イダテンの道はね、険しいでござるよ。ただ何のもなくこの大自然の中を、何も考えずに走れると思うなよ。相手との競争、すなわちそれは、生存競争でござるよ。ああ、生存競争だ。ディアブロス、このティガレックスよりも、圧倒的に倒しやすいという理由で、そういった意味では弱者として、このモンスターハンターライズサンブレイクで有名になりやがって、人気者になりやがって、私とて、このティガレックスとて、圧倒的両モンスとして、その名を馳せたゆえ、お前さんに負けるわけにはいかんでござる。まあ、ほんと、こいつは倒し方さえ知ってればね、余裕でござるよ。余裕で倒せる。イダテンプリーズでござるよ。タイムアタックでござるかね。タイムアタック、イダテンってタイムアタックでござるか。あれ？ちゃんとイライブ見てなかったんだけど、もしかして、あぶらら、速報値 RTA になってしまう。イダテンってな、足の速さでござったかね。何の話だってござる。何の依頼だった？すいません。何のために私にこれ頼んだんですかね。よいしょ。まあ3体クエストなんでね。一匹はイダテンがごとく。いって、あれなんだあいつダメージ受けたの？タコスケの圧倒的硬さによってあいつダメージ受けたでござるか。くらえ！危ない！よし。思い出せ。双剣はカウンターが全て。カウンターが全てでござるよ。だがしかし、やはりガンランスからやってくると、この圧倒的なモンスターへの、近づき方がめっちゃ楽でござるな。ガンランスブラストダッシュ、すごい便利って言われたでござるけど、ブラストダッシュ自体は結構発動までためがあるでござるし、方向もね、変えにくいから、かなり難しいでござるよ。ひひいったでござる。よし、一体目。さあ、ティガレックスちゃん、ちょっと待ってなさい。私のマカツボの肥やしとなるのだ。まあ、今後、プレイステーション版が、サンブレイクも出たりして、多分サンブレイクもやるんだろうけど、どっちをメインでな、プレイしていくかわからんでござるよな。あくまでスチーム版もしっかりと。いや、まあ、スイッチ版も、気持ちは、やろうって、思ってるでござるよ。気持ちはね。実際、たまに、携帯モードにして、リビングとか、出先で、やってるでござるゆえ。気持ちはあるでござるよ。クロスプレイこれかなー？クロスプレイなー？俺じゃねえの食らってんだ！
ほら、行くぞ、行くぞ。あ、ダメだ。やらしいね。やらしいね。いや、でも、どうしよう。やらしいね。やらしいでござるね。あと、拙者。あ、そう。違う違う、そうじゃそうじゃない、戻り玉じゃない。あ、なんだよなんだよ、ディアブロスもう一体来とるやん。装備切り替えるのめんどくさ。まあ今のはおつったんでね、仕方がないと言ったところ、キャンプに戻ろうとかそういう気持ちは一切なかったでござる。全然全然キャンプに戻ろうと考えてなかったし、たまたま交通事故でね、あの他の走者が当たったことによってタコスケ吹っ飛ばされて、首のねへし折れて背骨バキバキになってしまっただけでござるから。しかしなんでこれ、2体いるんだろう、ディアブロス。ディアブロスって2体で1匹分だったでござるが。おう、行くでござるよ。さ、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 普通のディアちゃんは？もうこれだってさ、普通のディアブロス2体によるティガレックスいじめでござろうが。これティガレックスいじめでござろうが。動画書いたってこの順番で出てきたら、ディアブロス2体だったらまず氷属性の武器を装備して、戦おうってなるから、順番的にこうなるでござろうが。そしたら、ティガレックスさん、悲しみ覚えるでござるね。俺俺、ティガレックスさん、このまま、ここまでダメージ与えたら武器変えなくてもいいか。おい、あー、すごいダメージ入っちまったぞ、ティガレックスさん。これが双子奏者、ディアブロスの恐怖でござるよ。お、恐ろしいでござろう。どちらが一匹、お前はハンターに倒されたはず。そう、このディアブロス、必ず2体同時に現れるということを失念していたようだな、ティガレックスって感じでござろうか。氷属性かわいそうに。かわいそうに。属性武器、もう切り替えもなく、総竜2回当てられたから、もう倒せるだろうという、そういった見切り発射のみで倒されてしまうティガレックスちゃん。ティガレックスちゃん。なんせ、まあ他の武器種はわからんでござるが、双剣に関しては、ライズでは、ほんと、ナルガクルガ同様、最強の一角でござったが、サンブレイクに入ってからは、トンと使わなくなってしまった、ティガレックス武器。次回アップデートで、あれでござるな。そういった手数系武器の、でも、手数系武器の、救済は来てるっちゃ来てるんだよね、結構ね。クシャルダオラの、スキルであったりとかね。ただ属性も手数で強化されてしまうからね。だから、決定的な、なんかいる？なんかいた今。誰かいた？危ない！やめた！決定的な物理を、なんか、でもまあ、それがもう、なんだっけ、状態異常攻撃強化？あれなんだよね。まあ、状態異常武器ではあるけども、物理面を強化することによって、だから純粋な物理面を強化できるけども、まあ、強くなりすぎないような。まあ、難しいか。難しいでござるな。属性武器に、これ難しいところでマジで、属性武器とほぼ同等でちょっと弱いぐらいになってしまうと、まあ、結果、あれでございますね。いろんなモンスターに対して武器変えていく必要がないから、ほんのちょっとの差であれば、物理武器が、使われるようになっちゃうもんね。やっぱり、1割ぐらいは、でも1割だと多分属性弱点を狙う。いや、難しいことだろうな。いつも考えちゃうでござるけど、今ぐらいがバランスいいのかな。あとは超テクニカルに、火力を強化する。でもそれがまさに、回避系の、物理武器だからな。ただ、双剣はそれでも全く歯が立たないから、まあ何が言いたいかっていうと、物理で使える双剣を、物理で使える双剣準備してくれないですかね。相手の肉質によってかなりダメージ量が増えるみたいなね。弱点に対してダメージ量が、大きくなるような、そういう物理双剣作らせてくれないですかね。拙者もね、全然いいんですけどね、こういう時にやっぱ武器切り替えるの、めんどくさいんじゃなくて、持ってきた武器で戦いたいんですよ。持ってきた武器で連続狩猟したいという気持ちがあるゆえ。まあ難しいところか。そらな、属性弾を、でも属性弾いろいろ撃てるからね。属性弾4種類撃てるヘビーとかあるでござるから。お、それ卑怯では。走者として、そらどうでござる？走る者として。え？こちとらよ。こちとらお前武器変えてこなきゃいかんな。いかんのや。ん？
総属性の武器だって、もうそんなないんや。ん？四属性の双剣があったって、よかろうがいいよ。四属性の双剣がよ。あいつどこ行ったでござる？あれどこでござるか？どこあれ？下？すごいところにいるでござるね。行くぞ。行くぞ。待っていろ。この圧倒的、圧倒的、イダテンガルクが。拙者ガルク乗るのは卑怯じゃないでしょ。だってガルク連れてくるんだからね。ガルク乗るのは全然卑怯じゃないでござるよ。行くでござるよ。おお、こんにちは、ディアボロスちゃん。あ、どっこいしょ。あら、やっと。お前はさっき倒したはずのディアブラス。さあ、お前が最後の走者だ。お前を倒すことによって、ま、でもそうそう考えて。人間が、この巨大なモンスター、疾走するモンスターに速度で勝てるわけなかろうが。人間って走る速さあれでござるよ。豚と同じぐらいでござるよ。豚だってかなり速いでござるよ。イノシシとかになってきたら時速30キロとかで走るでござろうが。うん、それがこの巨体になったらもうありえんでござるよ。そもそもサイズ的に無理でござるよ。アリが頑張って人間に勝てるかいいなでござる。そんな状態なのにかけっこで勝つとかないでござるわ。勝てるわけがない。だったらはガルクを使い、そしてお前たちをリタイアさせることによって拙者がこのかけっこの一番になるでござるよ。あ、それが生存競争というものでござるが。でもやっぱり戦い慣れてるから気持ちはいいでござるな。ああ、ガンランスもこれぐらいね、サク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 戦えるように練習したいでござるよ。考えてみたけど、文明の力を使ったブラストダッシュだったらどんなモンスターにも負けないでござるな。バルファルクにだって勝てるでござるよ。おらおら、ガンランスを2丁持って人類は月に行き、そして月のモンスターと戦うでござるよ。また総理になってしまった。はい、ゴン。おい、走るで走れ、走れ走れ、拙者のためにモンスターども走るでござるよ。ああ、おらおらら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 、おい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 、いいでござる、いいでござるよ。あ、弱ったでござるね。てん、帰るでござる。いったい誰だ、許さん。ここの小物モンスター許さんでござるよ。さあ、おっつーん。いやー、勝ってて楽しい3体でござったな。これいいでござるね。勝ってて楽しい3体。ディアブロス・ティガレックスは気持ちがいいでござるよ。ローリングしやすいしね。属性もいっぱい通るしね。さて、まあ、通常報酬も見ていこう。通常報酬はね、クエストによって結構バラバラでござるから、毎回期待してるでござるけど。まあ、一回じゃわかんないか？まあ、すげえ報酬が多いわけじゃないけど、まあ、ルリゲンジが手に入るか。でも、ルリゲンジこれのために回すってことはないか。まあ、そこそこでござるな。そこそこだね。11分54秒。今、なんかもらった素材。防具の素材もらった？さあ、どんな防具でござる？でってて、てってて、いいね、いいね。あ、いいじゃん。あ、作れねえ。ガルメングチケット。あ、いいじゃん。おしゃれな上になんかエフェクトついてる。これかっこいいな。これセンスあるし、多分めっちゃ需要あるでござるよ。こういうの好きな人いるでござるよ。お、これいいね。やったで、おい。これ、あともう一回行くでござるか。頑張って倒してゲットするでござる。というわけで、誰も知らない狩人、今週のイベントクエストでござった。っていう。